なぎやちる、11月26日生まれの16歳、東京都出身です。中学1年生の夏に今の事務所に入って、で高校1年生から本格的にドラマのお仕事など始めました。もうちっちゃい頃からドラマとか映画見るのが好きで、もうぬいぐるみをお客さんにして一人で一人劇したりしてました。去年の9月10月頃にやらせていただきました。いや、もう一度もなくて、もうこう水着とか着るのも初めてで、プライベートとかでも着たことないので、すごい新鮮な気持ちです。今回私漫画が好きで、その中のサタノハニっていう漫画が好きで、それでミスマガの2023を知って、で振り幅広く活躍していけるような人になるために応募しようと思って応募しました。もう2年前とかから読み始めてて、戦う系の漫画が好きで、いろいろ調べてて、すごい出てきて、こう読み始めたらすぐ面白いと思って読み続けてます。特技は6年間続けてるなぎなたで、チャームポイントはこの長くて太いまつげです。母が護身術のために武道を 習ってって言われて、でいろいろ調べてなぎなたを始めたんですけど、それも漫画が関連してて、その朝日奈具っていう漫画からなぎなたに興味持って始めました。本当戦う系っていうか、そうですね。あとはゴッドハンドテルっていう医療系の漫画なんですけど、そういう、もう漫画は家に漫画部屋があるくらい、もう漫画に囲まれてすごい犬の生活してきたので、もう漫画は幅広く読んでます。やっぱり漫画が好きなので、漫画のキャラクターのコスプレしてみたいです。サタノハニとか顧客を服もこうかっこいい、かわいいとかのいっぱいあるので、ちょっと着てみたいなっていうのはあります。将来は第一線で幅広く活躍できる役者さんになって、たくさんの人の心を動かせるようになりたいです。憧れの女優は長澤まさみさんです。コンフィデンスマン JP がすごい好きで、本当に憧れです。